ついに最強2列目が実現か。ワールドカップ最終予選メンバー予想。森保はじめ監督率いる日本代表は、9月から始まる北中米ワールドカップ、アジア最終予選に挑む、5日にホームで中国埼玉スタジアム、10日に敵地でバーレインナショナルスタジアム、と対戦する中で、8月29日に最終予選のメンバー発表が行われる、絶対に負けられない初戦に臨むにあたって、26人のメンバー予想がこちら。以降、三笘の両翼が揃って復帰すれば、これほど日本の武器になるものはない、まだ森保ジャパンで実現していない、2列目三笘、久保、伊藤、の並びをスタートから長い時間で見てみたい。森保ジャパンでは3人揃ったのが、2022年6月10日ガーナ戦で途中から11分間だけ、格のはずだが、実はほとんど実戦で試すことができていない。だが、ガーナ戦では三笘から久保の代表ゴールもあった、攻撃が爆発すれば、最終予選自体の流れを、引き寄せることができる。ようやく、三笘、久保、伊藤、森田、遠藤、の中盤が見れる？怪我とか、伊藤の一悶着で、揃いそうでなかなか揃わなかった、叶いそうで実現しなかった攻撃力が、ようやく、この並びだったら、CF 誰でもいい。誰でも行きそう、頼むから、先発で使って。このメンバーなら、最終予選は負ける気がしない。今回は小川のところに、町野が入る気がする。なんなら町野は先発でもおかしくないレベル。本当に CF にいい選手出てきてほしい。そこだけがいつも思う。今の CF の最適解は、浅野である可能性がある。浅野は30歳間近でも成長してるよね。スピードは落ちてないし、上手くなってる。リーガで活躍してるし、まだまだこれからやってくれるでしょう。今回、浅野の招集に、文句をつける人は多分いないと思う。すごいメンツだな。久しぶりにワクワクする代表が見れそうだ。